私、弁護士になりたいんだよね。え？初耳。まあ、家族と担任以外に初めて行ったし。弁護士を志す理由は何かあるの？だって弁護士かっこいいじゃん。その理由がかっこいいよ。りょうさんって結構いい大学出てるよね。うん。ああ、やっぱそうなんだ。大学で何を勉強したかは知らないけど、女の子との遊び方は学んだんじゃない？こらこらこら、トマル君は進学？うん、まあとりあえず文系の大学に入れればって感じだけど。あ、私もなんだけど。何？悩んでんの？とりあえずでいいのかなって。自分がどうしたいのか見えてこなくて焦ってるんだと思う、うん、でもタマル君の意見すごく参考になったよ。ありがとう。年上にも相談してみたら？え？俺らがこれから通る道を通ってきてるんだから参考になると思うけど。年上。美術系の大学はいかがですか？いやいや無理ですよ。描くの好きですけど得意なわけじゃないんです。それにどっちかっていうと見たりする方が好きっていうか。なるほど。りょうさんは大学どうやって決めたんですか？俺ですか？俺は自分の意見もないくせに親に立てつこうとするんじゃない。俺は親に敷かれたレールをただ辿っただけですよ。え？だから俺の経験は参考にしないでください。ああ、増田の方が参考になりますよ。あいつ美術系の大学出てますから。りょう。ん？今日はこっちに泊まるのか？いや、マンションに戻る。そうか。後片付け俺やるよ。出張帰りで疲れてるだろ。あら、いいのよ。たまには私にやらせて。食洗機の使い方覚えてんの？リオに聞く。だと思った。ボレンタインにプレゼントもらったり、ホワイトデーにデートしたりとか？それ本当にリオの話？ウイウイしすぎてむしろ怖いわ、お母さん。気持ちはわかる。あのお兄ちゃんが私の友達に片思いなんてね。リオ。どういうことだそれは。何？お前リオの友達にまで手を出したのか。相手はまだ高校生だぞ。は？手出したって、その言い方なんだよ。いい大人だろう。いい加減地に足をつけた生き方をしろ。ちょっと待てよ。俺から話も聞かずに勝手に想像して決めつけか。もしトラブルがあったとしてもリオを巻き込むつもりは微塵もない。何より一華さんはリオにとって大事な友達なんだから、リオには絶対そんな言い方をするな。親に対してなんだその口の聞き方は。お兄ちゃん家出る時にお父さんと話してたでしょ。お前が気に病む必要ないよ。うん。お前ってさ、父さんが絡むと途端に気が弱くなるよな。だって二人ともお互いのことになるとギスギスするっていうか。チカとお兄ちゃんのことお父さんに聞かれたらなんて答えればいい？お前が知ってること言えばいいよ。隠す必要ないって。あの、りょうがご迷惑をおっかけしてませんか？え？お知り合いになったと聞いたので。いえ、りょうさんには進路の相談に乗ってもらったり、すごく助けてもらっています。あいつは？はい、いい人だと思ってます。そうですか。お待たせ。お父さん、この子は？今挨拶したよ。それでは失礼します。やだよ、お前と二人きりの花見なんて。俺だってやだよ。同級生で集まろうとするといつもこうだよな。結局予定あって集まらない。これが社会人の悲しさよな。感じである俺の気持ちになれよ、みんなのバカ。ねえ、いちか、今度の日曜日お花見行く？
お花見行きたい。オッケー、じゃあ11時半待ち合わせにしよう。うん。あ、お兄ちゃんと増田さんも一緒だからよろしく。え、寒かったら膝掛けとお回路もあるから、欲しかったら言ってね。増田さんめっちゃ気が利くじゃん。でしょ。防寒グッズ用意したの俺だけどな。それ言うなよ、りょう。俺の株が上がるいいとこだったのに。そうだ、これお母さんがみんなで食べてくださいって。うわ、美味しそう。うわ、超嬉しい。さすがゆり子さんですね。りょうさん、鳥皿どうぞ。ありがとうございます。どういたしまして。そういえば私もお母さんに何か持たされてたんだった。これは何？わかんない。あ、もしかして太巻きですよこれ。いや、節分じゃないんだから切ってくれよ母さん。わさび特盛りの当たりが一つ入ってます、母より。さすが増田さん持ってるね。増田さん、お茶飲んでください。ビールなくなっちゃったな。あれ買ってくる。あ、私も行く。屋台のもの食べたい。あ、それなら俺が買ってくるけど。そうだね、行こう。リオちゃん、学芸員の資格が取れて雰囲気がいいなって思う大学が一つあったので、そこを目指そうと思ってます。そうですか。いちかさんのやりたいことが見つかってよかったです。ありがとうございます。俺にできることがあったら遠慮なく言ってくださいね。勉強の相談はしちゃうかもです。また参考書作りましょうか。今度はちゃんと製本しますよ。そこまでしなくていいですよ。こんなにゆっくりした花見久しぶりです。そうなんですか。仕事で毎年花見はしてるんですけどね、職場の人たちだと花より団子、あ、や酒なので。ああ、なるほど。プライベートではどれぐらいぶりなんですか。リオがベビーカーに乗ってたくらいの時に家族で行って、それ以来ですね。え、かなり前ですね。確か花見の途中で雨が降ってきてしまって撤収することになったんですよ。それで俺すごい落ち込んじゃって、でも父さんが帰りに屋台のくじ引きをさせてくれて。そうだ、おもちゃが当たったんですよ。どんなものだったかは覚えてないけど、懐かしいな。そういえばあの頃は普通に笑って話せてたな。いちかさんはお父さんとはどうですか。私ですか。仲はいい方なんじゃないかな。俺と父は長年こじらせすぎて接し方がもう分からなくて、先日久しぶりに会って少し話をしたんですが、結局口論になってしまいました。それでも自分の気持ちを少し言ったんですが、伝わったんですかね。あ、いちかさん、花びらが。りょうさん、私りょうさんのこと買ってきたよ。りょうさんも食べましょうよ。ああ、はい。すごい、ソーセージもぐるぐるだ。いいでしょうこれ。焼きそばもあるよ。そういえばそうだね、もう半年も経つんだ。なんか用事あってかけられないときは事前に連絡あったからちょっと心配で。じゃあいちかからかけてみれば。え、気になるんでしょ。かけなよ。あ、いちか、お兄ちゃんのこと好きなんでしょ。
ずっとやんわりあしらってるけどさ、中途半端な態度だと正直お兄ちゃんがかわいそうだよ。いい加減はっきりした態度見せてあげてよ。ねえ、お母さんとお父さんって何歳違うんだっけ？お父さんが5歳上。5歳差か。まあ大人になっちゃうと5歳差なんて大して変わんないわよ。お母さんの年ではでしょ。私の年だと5歳差は結構大きいよ。何？早く大人になりたいの？そうなのかな。大人になるまで待っててくれるかな。何言ってんの。待っててもらえるようにあんたが努力するのよ。いい男なんだから頑張んないとあっという間にどこかに行っちゃうわよ。ねえお母さん、何について言ってるか分かってるの？何よ、スルーしてあげたのにそこ聞いちゃう。母親って怖い生き物だ。はっきりとした態度、努力。もしもし。あ、もしもし。なんか久しぶりですね。そうですね。美術館のチケットをもらってですね。それで、あの、来週の土曜日に一緒に行きませんか？あの、ああすみません、その日は仕事が入ってますね。あ、そうですか。最近連絡なかったですよね。何かありました？仕事が立て込んでいました。すみません。いや、それなら仕方ないですから。あとしばらく電話できないです。かけられても出られないと思います。そうですか。あのすみません、まだ仕事中なので切りますね。あ、ごめんなさい。お仕事頑張ってください。それじゃ。あ、りょうさん。その件については問題ないかと思います。仕事中っぽい。邪魔しちゃダメだ。いただいたメールは部内でも回して確認しますので、よろしいですか、天草さん。天草さん。あ、はい。いちか。え、あ、何注文。あ、なんか忙しいみたい。忙しい？しばらく連絡できないって。私からお兄ちゃんに聞いてみる。え、あ、いいよ。だってこんなことなかったじゃん、仕事を理由に距離を置こうとするなんて。そうだけどさ、本当に忙しいならしょうがないよ。でもさ、本当にいいってば。リオ、ちょっとおせっかい焼きすぎだよ。好きだよ、リオさんのこと。でも私じゃリオさんに釣り合わないよ。歳だって離れてるし、もっとお似合いの人だっていると思うし。お兄ちゃんに釣り合う人って例えば？大人の人で綺麗でおしゃれで頭いい人とか。いちかはそう思ってるんだ。お兄ちゃんはいちかのことが好きで、いちかもお兄ちゃんのことが好き。それだけでよくない？私さ、最初は二人が付き合ったら面白そうだなって軽く思ってたんだけど、お兄ちゃんがいちかのこと好きになってから、いろいろいい方向に変わったと思うし、今は本当に二人がお互いのこと好きだってわかるから、応援したいなって思うんだよ。大事な兄と大事な友達の組み合わせとか、最高じゃん。口出しすぎた、ごめん。私も関係ないとか言っちゃってごめんね。謝るんじゃなくて感謝してよ。二人が会えたのは私のおかげなんだから。なんて。ありがとう。私りょうさんに直接会って自分の気持ち伝えるよ。なんとかして
約束してみる。それでよし。この間イチカさんにデートに誘われた。あらやだ、よかったじゃん。でも断った。え、なんで？仕事が忙しいって嘘ついた。はあ、マジで。なんで？身を引こうと思って。はあ？最近イチカさんが前より好意を向けてくれてるのを感じるんだよ。それで？それに気づいたらなんか急にいろいろ怖くなった。過去の自分の姿が浮かんで怖くなった。何より一華さんに辛い思いをさせたくない。このまま離れた方がいいんじゃないかと思ってさ。いや、それ本気で言ってんの？当たり前だろ。そうか。殴っていい？は？ダセーよ、りょう。マジダセー。お前いちかちゃんに散々迷惑かけてきて今さら逃げるのはダメだろ。前に傷つく覚悟するって言ってたの嘘か？逃げまくってたら本当にいちかちゃんどっか行っちゃうよ。それでもいいのかよ？絶対に嫌だ。お前は自分を顧みることができてる。だから努力できるやつだよ。ちゃんと向き合ってやれよ、いちかちゃんに。けど、いちかさんのこと散々避けてたのに、俺から連絡するのって調子良すぎないか？お前って実はかなり真面目で不器用だよな。ありがとな。いや、そういう感謝のされ方すごい苦手なんだけど。だから言ったんだよ。最低。どうぞ。注文してないけど。サービスです。おリオさん。ダメだ。自分の気持ちから逃げちゃダメだ。リオさん、待って。大丈夫ですか？なんで私のこと避けてたんですか？え？最近全然連絡来なくて、遠回しに連絡しないでほしいって言うし、体調悪いのかもとか心配したじゃないですか。ずっといちかさんのそばにいる、その覚悟はあります。でも今まで俺は自分の感情をいちかさんに押し付けてたくさん辛い思いをさせてしまいました。これからもきっとあなたに迷惑をかけてしまう。ならそばにいない方がいちかさんのためになるんじゃないか。そんな考えが堂々巡りしてしまって、この様です。結局私の気持ちは無視してるじゃないですか。私のこと勝手に決めつけないでください。りょうさんがそばにいない方がよっぽど辛いですけど。そうですか。え？私ようやく分かったんです。りょうさんのこと最初は本当に迷惑だったんです。でもりょうさんの気持ちはまっすぐで、本当は真面目で不器用な人だって分かってきて、リオへの相談もりょうさんのことばっかりになって、ふとした時にりょうさんのことを考えてるのに気づいたんです。鬱陶しいし、キザだし、犯罪ギリギリだし、頭と顔がいいアピールしてくるし、自己中心的だし、ひどいところばっかりだけど、でも好きです。
俺も一華さんのことが好きです。何するんですか。すみません、嬉しすぎて抑えられませんでした。一華さん、そんなに俺のこと好きだったんですね。その言い方すごく気に入らない。こんな俺が好きなんですね。認めたくありませんが、そうですね。リオさん、はい、私が大人になるまで待っててくれますか。はい、一緒にゆっくり大人になりましょう。そして俺が間違ってたら俺のことを叱ってください。俺、一華さんに叱られるのが好きなので。何ですかそれ。気持ち悪い。俺は一華さんが大人になるまで待つつもりだ。確かに今まで俺は疑われてもおかしくない行動をしてきたから、父さんが反対するのもわかる、認める。でも俺は一華さんに会って変わったんだよ。一華さんが大人になってもそばにいるつもりだし、そして大切な人として絶対に守っていきたいと思ってる。それだけは知っていてほしい。頑固だなあいつは。そうね、あなたに似たのよ。あの日、私があの人にしたことは後悔していない。でもあの日、私があの人に言った言葉は後悔している。気持ち悪いが、恋になってしまったから。